こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ラブフェニックス、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくラブフェニックス行きました。続いて前へ行くのはセプテンバーイメージ、さらにはマンシーブリーズ、11番レガシーエイト、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはストリートベール。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前に戻りましょう。先手を取ったのはストリートベール、赤の帽子、パーシャンエアー、その後ろファストフレンド、好位をキープ。その外にミルアイドル、ピンクの帽子、カウンテスダイアナ、その後ろ。その外にセプテンバーイメージ、並んで10番ビューティーローズ、すぐ後ろにファンシーブリーズ、さらにはレガシーエイト、内からはターフアゲイン、その外からラブフェニックス、その隣にシャトーロッキー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。パーシャンエアー、カウンテスダイアナ、ほとんど差がありません。ストリートベール、3番手ファストフレンド、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。パーシャンエア先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はセプテンバーイメージ、残り 200m。 パーシャンエア先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。バンシーブリーズ、ラブフェニックス追いすがります。バンシーブリーズ、バンシーブリーズ1着、2着にはどうやらラブフェニックス、勝ったのはバンシーブリーズ、見事な勝利です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフサイチエアデール、綺麗なスタートを切りました。ムーンインパクト、前に行きそうです。フラッシュコスモス、それに続いています。さらにはブルーミングクリスマス、8番スパークガバメント、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。前に戻りましょう。フサイチエアデール、先手を取りました。アップボード、それに続きます。すぐ後ろにスパークガバメント、その隣にブルーミングクリスマス、その外にムーンインパクト、リードトリック、そのうちに続いています。その隣にタイムリーオーキッド、パリスクラシック、そのうちに続いています。グリーンキャンドル、それに続いています。しんがりからパーソナリティエイブル、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。10番フラッシュコスモス、すぐ後ろにリードトリック。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでスパークガバメント先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。フラッシュコスモス、スパークガバメント、2番手に控えました。ムーンインパクト、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はフサイチエアデール、フサイチエアデール先頭、残り 200m、 フサイチエアデール先頭だ。残り 100m、 フサイチエアデール先頭。2番手はスパークガバメント、フサイチエアデール1着、フサイチエアデール完勝。フサイチエアデール1着、2着はスパークガバメント。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フサイチエアデール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。リアルクワイエット、これは好スタート。
サニーシグナル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してリアルクワイエット、花に立ちます。その後ろからはシルバーチャーム、この馬も上がっていく構えです。さらにはウィングアロー、5番サニーシグナル、その後ろでは前の方から先手を取ったのはリアルクワイエット、すぐ後ろにサニーシグナル、その外からシルバーチャーム、黄色の帽子プレシャスシルビア、その後ろもう一度先頭から先手を取ったのはリアルクワイエット、2番手に8番ウィングアロー、すぐ後ろにサニーシグナル、その外からシルバーチャーム、内からはプレシャスシルビア、並んで10番ウェディングスパーク、キャッスルライツ、この馬もこのグループ、すぐ隣にオリーブシップ、その横にベーレンズ、マレック、この馬もこのグループ、その外にビクトリーギャロップ、リンドファイト、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでシルバーチャーム先頭に変わりました。2番手はウィングアロー、絶好の手応えです。ホーネットプロテクター、3番手ウィングアロー、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか、後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シルバーチャーム先頭、差はほとんどない。2番手はウィングアロー、先頭を捉えるか、残り 200m、 先頭はウィングアロー、シルバーチャーム必死に追いすがります。シルバーチャーム食らいつく、ウィングアロー、わずかにウィングアロー体勢有利。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。レイクマシーン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。クールラッキー、前に行きそうです。ジェイドアルデル、それに続いています。さらにはケープクロス、11番ジム&トニック、その後ろメローダスト、後方からでは前の方からレイクマシーン先手を取りました。2番手に13番セイウンスカイ、その隣にセイクリッドアンサー、ジェイドアルデル、そのうちに続いています。では前の方から先手を取ったのはレイクマシーン、その外にケープクロス、セイウンスカイ、後位をキープ、内からはジェイドアルデル、その外からセイクリッドアンサー、その外にクールラッキー。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはレイクマシーン、さらにはジェイドアルデル、好位置をキープしています。セイウンスカイ、その隣にウィニングレグルス、その外にクールラッキー、オレンジの帽子ケープクロス、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはレイクマシーン、13番セイウンスカイ、2番手を追走しています。さあ先頭は依然として3番レイクマシーン、2番手はセイウンスカイ、これは絶好の手応え。ケープクロス3番手、さあセイウンスカイ、このまま逃げ切れるかどうか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わったセイウンスカイ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はクロコルージュ、先頭を捉えるか。クロコルージュ抜けた、セイウンスカイ追いすがります。クロコルージュ、クロコルージュ1着、2着にはどうやらセイウンスカイ、勝ったのはクロコルージュ、見事な勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は山勝すずらん、後続馬も足を伸ばしてきました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。山勝すずらん先頭、1馬身から2馬身のリード。残り 200m、 山勝すずらん先頭だ。残り 100m、 山勝すずらん粘る。エリモブライアン迫る。大外から一気にエリモブライアン、山勝すずらん、山勝すずらん1着、2着にはどうやらエリモブライアン。勝ったのは山勝すずらん。大気ロンドン敗れました。これは掲示板までです。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭はアグネスワールド、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はマサラッキー。アグネスワールド1着、アグネスワールド完勝。アグネスワールド1着、2着はマサラッキー。これが世界を制した実力だ。アグネスワールド